タイソン・マイケル・ブラッチは、アメリカ合衆国コロラド州デンバー出身の、プロ野球選手。左投げ右打ち。現在は、フリーエージェント。愛称はザ・プリーチャー。レジス・ジェスウィット高等学校時代には、野球の他に、テニスでもプレー。卒業後は、クレイトン大学へ進学し、カレッジ・ベースボールに出場した。2012年の MLB ドラフト5巡目で、 サンフランシスコジャイアンツから指名され、7月20日に契約。この年の当番はなく、2013年は、参加の a q ンノゼジャイアンツでプロデビュー。22試合に当番して12勝4敗、防御率2.90、117奪三振を記録した。2014年は、AQ リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし、25試合に、 先発登板して8勝8敗、防御率3.13、91奪三振を記録した。2015年は、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツでプレーし、27試合に先発登板して11勝12敗、防御率4.78、93奪三振を記録した。オフの11月20日に40人枠に登録された。2016年は、 トリプル A 級サクラメントで26試合に、先発、14勝7敗、防御率3.43、113奪三振を記録した後、セプテンバーコールアップで9月1日に、メジャー初昇格を果たし、9月5日のコロラドロッキーズ戦で3番手として、メジャーデビューを果たした。メジャー2試合目の先発となった10月1日の、ロサンゼルスドジャース戦では7回まで相手先発の、 クレートン・カーショーと投げ合い、ドジャース打線を8回まで3案が無失点に抑えて、メジャー初勝利を挙げた。メジャー1年目は4試合に、当番、1勝0敗、防御率1.06、10奪三振を記録した。ポストシーズンのロースターにも登録され、シカゴ・カブスとのディビジョンシリーズ第3戦では、延長12回から6番手として、当番、2回を無失点に抑えて、勝利投手となった。 2019年7月27日にディフェとなった。2019年8月3日にウェーバー工事を経てボルチモアオリオールズへ移籍した。9月16日にディフェとなり、19日にマイナー契約で参加のプル a 級のオホークタイズへ配属された。2020年は7月にトミー・ジョン手術を受けることになり、8月10日に自由契約となった。 ありがとうございます。